シー、シーのしゃくり、最初のビブラート、雪の花を、ちっちゃい音があります。花をっていきます。なおでファルセットに行きます。もうでビブラートをしてブレスをしてください。これちっちゃい音を入れるとファルセットに行きやすいです。花を、花を、花にファルセットに移行するととても綺麗にスムーズに行けます。はい。で次ですね。二人寄り添って。眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない。で鼻に入れてないでファルセットにします。でないのいいでビブラートをしてあげてください。ただ君を愛してるですね。これもブラブラにしていただいて、テールのルビブラートをしてブレスをしてください。心から心からそう。おお、デビーのしゃくり、もうた、ビブラートしてプレスをしてはい、ということで、じゃあここね、皆さんでどうでしょうか。ワン、ツー、はい。今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる、心からそう思った。です。難しかったですね。忘れてました。うん、幸せが溢れ出すの後にブレスをしても大丈夫です。はい、ここちょっとね、大変なところなので、息をしっかり補充した方がいいかなと思います。その後にね、ブレスを入れてみてください。はい。ということで、じゃあこの曲ね、つるっと皆さんで歌っていきましょう。よし。じゃあいきますね。ワン、ツー、スリー。はい。伸びた影を歩道に並べ、夕闇の中を君と歩いてる。手をつないでいつまでもずっとそばに入れたなら泣けちゃうくらい。風が冷たくなって冬の匂いがした。そろそろこの街に君と近づける。季節が来る今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す。甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる、心からそう思った。はい、OK です。ありがとうございます。はい、クリスマスも近いことですし、ね、近いね、少しでも冬の気分を味わっていただこうかなと思ってこの曲、歌唱分析させていただきましたが、はい、いかがでしょうか。はい、ね、またコメント、はい、コメントをさせていただきまして、コメント返信もいただきました。非常に励みになりました。竹葉校長のレッスンをこうやって一方的に受けてるだけでも、ちょっとね、声がよく出るようになったような気がしますね。もちろん始めたばっかりなんでね、これから3ヶ月後、
半年後、1年後と考えた時にどこまで伸びるんだろうかっていうふうにちょっとワクワクしてるところがありますね。はい。そしてこの記録ってのは、この成長の記録ってのは今回3回目だったかな、4回目だったかな、これで動画に残しましたんで、まあしっかり聞いてらっしゃる方あんまりいないと思うんですけども、どうでしょうかね。あんまり変わってないよというふうに感じてらっしゃる方もいると思いますけども、でも前より悪くなった、もう明らかに3段階5段階落ちたってことはないと思うんですよ。つまり私のレベルが安定してきたってことですよね。底固めをしてきたってことです。こっからだからやればやるほど上手になってくると思いますし、まだねブレスとか声も本当にこれでいいのかなと。だから声もねちょっとねオクターブ下げてるんですけども、例えば風が冷たくなって冬の匂いがした、そろそろ、ここまで出るんですよね。ここまで出る。だから声もオリジナルのトーンでいけるのかなと、オクターブでねいけるのかどうかってこともちょっと聞いてみたいかなと思います。もし無理だったらちょっと調整しながらね、自分の音域で、歌えるようにしていこうかなってところですね。まあ中島美嘉さんと同じねオクターブではちょっと無理でしょうからね、ちょっとその辺もできればどっかでアドバイスをいただきたいかなと思います。ちなみにこの竹葉校長ね、 YouTube のプロフィール欄を見るといろんなレッスンをもうすでにねリモートとかでもされてるみたいなんで、場合によっては申し込んでみようかと思います。それでは今回以上です。ありがとうございました。